はい、ということで始まりました。皆様大好きラファエルのチャンネルのお時間でございます。ということでね、夕飯時にね、このチャンネルを流すってことはね、もう子供に対しての教育をするつもりがないということでいいんですかね、ご両親の方は。そんなチャンネルになってますね、今、お茶の間でね、ご家族で見てる場合はですね、今回の動画に限ってはちょっとご家族で見ない方がいいかなっていう、ちょっと気をつけではございません。はい、ということで日本の子供によくないチャンネル、これ企画スタートしていきます。で、今日なんですけどこれ企画すごいです。このポケモンガードで、これ公園、これどういうことかというと、僕思ったんですよ、これほんまに人気でしょ今ポケモンカード、はい、めちゃくちゃ人気でしょ。まずね、これで買い取りで500万とかで、これは多分何万円とかやわ。で、こっちで買い取りで1100万とか、はい、要は販売額で言ったら下手したらもう2000万弱ぐらいのポケモンカードですよ。子供も価値分かってると、ヒカルさんもやってるからそれをね、うん、子供に人気な公園の床とかにこれを置いといたら子供が見つかるでしょ、はい、で、子供が〇かどうかっていう、これをちょっとね、今回検証していきたいんですよ。なんていうんかな、ほんま言っていい、これマジの裏設定言っていい、はい、カットできるこれ。の視聴者一人でも多く出したいなってことで、兄さんの視聴者来てみたということで、ちょっと来てください。例えばなんですけど、これポケモンカードもですね、まあこんなとこだったりこんなとこだったり置きます。で、子供が結構来るんですよ。まだちょっと時間早いんであれですけど、もうちょっとしたら来るんで、子供が来たら見つけるでしょ、はい、要はそれ取っていくでしょ、普通は。普通は、普通はでしょ。で、それったら、もう終わるよ。おいっつって。おい、こっち来いっつって。一生じゃないっつって、その交番連れてくる。あ、バカだろ、もう帰れると思うなよって言って、っていう企画ですけど。本当にごめんなさい。やっぱりね、悪い主婦のファン欲しい。だから、話早い主婦。これを見て、なんちゅう企画やってるんやと。ラファエルチャンネルなんか見ちゃダメだっていうお母さんたちは多分話早くないんで話早い人妻たちをファンで残して確固たるファングループ作りたいんで、もうそれをギャラギャラ笑ってくれる話早い奥様に囲まれたい、はい、ということで一石二鳥ですよ。話早い奥様だけが視聴者で残ると、はい、視聴者も一人二人できると。これはもう携帯とかで募集されますから、登録数減りますからね、はい、解約させられて5人止めたら登録数5減ります、はい、はい、そういう企画やっていきます。全然子供に人気じゃない。人気すぎなんだよ、これ。ちょっと雑ってるんだよ、マジで。ちょっとあそこのなんか、カッターもざっとるし。これ、痛いなぁ。さっきちょっと違ったな。外国人の子来たもんね。ああ、いましたね。ただね、ブランコの方に行っちゃったんですよ。みんな、あそこにもう巻き火しないとこか。子供だけで来おへんとさ、ちょっとなんか、大人が来るとちょっとガチで怖いよ。怖いっす。いや、来た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 。あ、気づか、あ、気づか、気づか。気づか、気づか、気づか。あ、めっちゃいた。待って。お前、もし持って帰って走れよ走れよ走れよ。あ。言ってる。え？え？どういうこと？わからんのか、価値わからんのか、ね、ちょっと歩く確認しよう。多分何か喋ってんやろな、あそこの感じ。あるわ、ちゃんとあるわ、ちゃんとあるわ、ちゃんとあるわ。2000万ぐらいのものを、マジか。はい、では再び戻ってきました。今回ですね、こちらに置いてます。はい、もう分かりやすいところ、これ分かりやすいでしょ。分かりやすい。これは完全にここに、約2000万ぐらいのポケモンカードが置いてます。子供より大人も来るから、子供検証やけど、通る人間が全員分かる位置
さっきのカップルもどっか行きました。好きなカップルも。誰か全然行こうやってるな。向こうの方はちょっと向こうの人が気づかねえな。気づかんか。いいとこまで行ってんけどな。来ました。ちょっと大人か。あ、若いな。高校生ぐらい。ちょっと若い。高校生ぐらい。塾とかかな。いや、この国。いや、でもこいつは正直見つけたら取るんちゃう。取りそうです。結構だって普通に落としちゃうじゃん。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。あいつ俺より足早いからどうしよう。めっちゃ見てるわ。あ、これ多分知ってる世代な。笑ってるもん。知ってる世代やな。あ、絶対。あ、どういうこと？電話してる？もしもし。え、ママ、あのさ、今さ、公園いいんだけどさ、そう、そこ、そう、こちらね、結構高いものがさ、落ちてた時ってさ、ちょっとごめん、電波悪くて、交番に届ける敵だよね。これ今、親に電話してるっすね。いや、ちょっと聞こえにくいな。いくらか分かんないけど、めっちゃ雑音入る、うん、めっちゃ雑音入るだよね、うん、あ、親やん、やっぱり親、うん、あー、すごいな、この子すごいな。なんか日本すごいな。出したりしないよね。いや、これすごいな。あー、オッケー。日本すごいぞ、マジで。すんげーぞ、日本マジで。ガチかよ。うん、ガチかよ。オッケー。じゃあもう一回電話するから。どんな風じゃ、あんな風に育つのよ。うーわ、ちゃんとしてるな。ちゃんとしてる。よし、ちょっと警察巻き込んだから止めとこう。すいません、ちょっといいですか。すいません、はい、すいません。あの、ちょっと今 YouTube 撮ってまして。あ、はい。実はあのモニタリングみたいにしてたんですよ。ちょっとだけ一瞬動画いいですか。YouTube の動画大丈夫です。あの、素晴らしい人になったらこのインタビューできればよかったと思って。ちょっとだけいいですか。お時間大丈夫です。いいですか、はい、顔とか映しても大丈夫ですか。大丈夫です。今おいくつ。15です。若いな、はい、若い。ということで、ちょっといいってことで、はい、はい、ということで、すいません、急で申し訳ないです。ちょっと驚いてますよね。だいぶ驚いてます。ごめんなさい、あの、YouTube やってるものなんですよ。って言います、わかります。あ、違いますよ。違います。の上位互換みたいな感じでやらせていただいてます。知ってますか、はい、知ってます。あ、よかった。いや、実はちょっと今日はあのポケモンカードを15歳ぐらいの子が来る想定ではなかったんですけど、ちっちゃい子供が来た時に、はい、ポケモンカード一応好きじゃないですか。ちっちゃい、もっとちっちゃい子、まあ、はい、で、どうかみたいな検証やってたんですよ。あ、はい、ずっと今日やってて、はい、で、見つけられて、その実はあのベンチのところあのと遊具のところに、はい、マイク仕込んでたんで、お母さんと電話してたの。はい、母ですね、はい、電話してたのを聞いてたんで、はい、で、警察に届けへんみたいな話してて、はい、ぶっちゃけぬっってならないんですか。いや、え、これ価値分かってます。分かってます。価値分かってんの。めちゃ高いのは分かってますけど、え、なんでそのすぐ親に電話すんの。いや、さすがに届けないとなって。すごない。育ちが違うっすね。ガチ。はい、いつまでもってんねん、かいさん。いつまでもってんねん、俺のやつ。そんな風に育てられてるんですか。俺らそんなんやったか。いや、僕やった。いや、ぶっちゃけやな。だって黄色は進めでしょ。いや、止まれじゃないですか。どこで教育変わった、教育方針。マジっすか、はい、ご両親健在で。あ、はい、いらっしゃる。家族います。います。どういう学校に行ってるんですか。厳しい。いや、全然普通の中学公立で、はい、中学3年生です。中3は、ちゃう。君すごいね。いや俺らがおかしいんか。どっちや、これ。どっちや。これはもうコメント欄に視聴者に問う。分かれへん。
ぶっちゃけ、あ、そう、偉いね。いや、何を当たり前のことしただけですよ。お前、よりやな。え？YouTube なんか見るんですか？いや、見ますよ。どういうの見られます？いや、もう普通にヒカキンとか3年あ、ヒカキンさんとかはじめしゃちょさんとか。はい、そうなんすか、はい。でも中3でもヒカキンさんを見るんすね。いや、見ますよ。あ、まあ面白いもんね。はい、あ、そうなんや、衝撃やね。はい。でもね、警察に電話じゃなくてよかったね。まあまあそれは音声聞いてるから、うん、警察に電話みたいな感じになったらもうちょっとすぐ止めてましたけど、母親はなんてびっくりしてた。うん、いまいち分かってなかったですね。分かってなかったけど、とりあえず届けないみたいな。すごいね。これ今からどこ行くの？塾で。あ、塾に行く。で、休憩。ああ、ちょっと早かったからみたいな。すごいね。こんな子おる？だってこれ2000万ぐらいですよ多分。やけどね、分からんけど。買取でだって1000万するでしょ。そんなしたんすかそれ。それを含めてどう？踏まえて。いやー、とりあえず盗まれてなくてよかったなって。いやこれ、なんじゃこれ、なんじゃこれ。君すごい性格いいけど気をつけてや。なんか大人になって、いや、あの意見の人間が言うことじゃないけど、意見の人間が言うことじゃないけど気をつけてくださいね。塾頑張ってくださいね。はい、写真とかもしあれば撮りましょうよ。あ、いや、大丈夫です、大丈夫です。お断る。そうやな、ごめん。と勘違いしてて、ごめん。二席。ごめん。そうやね。ごめん、塾行っておいで。あ、ごめんね。すいません。写真断る。そりゃそうや。そりゃそうや。俺ごめん。タレントぶっちゃった。ごめん。撮ったらあげようかの方で行っちゃった。ごめん。勘違いしてた。気をつけなかも。はい、ということでね、お疲れ様でした。いやー、ちょっとね、登録数減らしていこうと思ったんですけど、あのね、ちょっと感動しましたね、はい、正直。こんな風に思ってる自分も嫌やし、あんなことあるっていう俺のこの発言も不適切やと分かってんねん、ぶっちゃけ俺らも、はい。ただなんか、とは言ってもね、あんなことあるっていうのは素直な気持ちじゃない？はい。どうなんやろ、その、ぶっちゃけね、公園で言うとね、曜日ね、隣にいた、なんか大人の方たちは、後で言葉を聞いたら、韓国人かなんかな、はい、の方たちだったんですよ。要は日本人じゃないの、明らかに。で、一人目の子の時は、まあ、向こうに夫婦カップルがおったやんか、午前の時は。はい。その時もでも偉いと思うわ。うん、落としてないですかって聞くやん。で、置いとけたら置くやん。まあ、価値分かってへん可能性若干あったけど、一人目の子に関しては、一応さっきね、ちらっとインタビューはしたんです。最後に査定許可取ったんですけど、8歳とかやったかな。そうそう、で一人だったんですよ、習い事行く前みたいなんで。ポケモンカードの価値は一応分かってました。高いっていう認識がなかったみたいですけど分かってました。でも2人目はすごかったよね。そうですね。親に速攻電話して、はい、ほんで届けろって言われて分かった言うて。塾で言ってたっけ？塾です。塾行く前に、はい、これすごない？いや、それで言ったら1軒目におったの夫婦も価値分かってたらどうしたんかな、カップル、はい、あのカップルを取ってたんかなっていう話になってくるね。あそこは撮影結構取ってないんでモザイクでしたけど、結構年配じゃない？そうですね、30、40ぐらいの。だからそこが価値分かってたかどうか問題はちょっとあるよね、はい。どうした親、来らない。いや、この後ツアー行くなって言われて無理やり会社こさされてるやつのテンションかな。違います。だってごめん。いや、ほんまにびっくりした、マジで。あんなことあんの？いや、これは分からん。コメント欄でラファさん考えおかしいよって言われるものを覚悟してるし、正直私もあれはびっくりしたっていうコメントも一部あるも想定してるし、なんとも言われへんわ。やっぱ子供でも一人で歩いてんねんな。ちょっとモザイクで映しちゃったら、モザイクで8歳で来てさ、あの子さ、はい、一人で公園とか遊びに来るな。まあそういうもんか、この辺に住んどったら。変わったんすね。まあ彼らがさ、優しい子やから、親も含めて。だからそこに対しての懸念点がないよな、うん。俺なんかだったらこんな発想やからさ、絶対子供だけでは育てさせへんし、はい、もう送り迎えも全部するし、何かあっても。そもそも発想がちょっと不純な、邪悪な発想やから、どうしてもそう考えちゃうんだけど、ご両親がいい人すぎると、逆に危ないなって思う。どうなんやろ、あんなさっきの小学生とかも危ないで、どう見てもあんな。危ない。しばき行こうよ、しばき行こうよ。危ないです、危ない。めっちゃ撮影邪魔された。しばきに行こうよ。っていうことできるんでしょ、はい。
いや怖いよこれが。だから日本やからいいけど海外やったらみたいな、毎回海外の例えでして申し訳ないんですけど。いやびっくりした。2人目もあいつ写真こだわったな。あいつも芝木に来いや。ちょっと塾特定して芝木に来いやつ。そういえばあいつ写真こだわったな俺の。腹立ってきたな思い出したらあいつ。いや俺びっくりした。俺ただただびっくりした。もうなんかもう普通のコメントしかできへんわ。なんかもっとおちゃらけようかなと思ったけど、なんか綺麗なんかあれちょっと向こう映しちゃって、今のちょっと解説しましょうか。僕こう手振ったでしょ。あそこ両手がなんかなんですよ。さっきのところね、両手で一人手振ってきたから手振ったと。でラファエルおったねって二人目また来たんですよ。手振ったんですよ。その対象前に女の子たんですよ。めっちゃキモかった。今日ずっとキモいわ。何手振ってんの私みたいになってた今の。なってたよな。なってたよ。今日ずっと滑ってんな俺。なんか空回りしてるな。そのもちろんね、進んでいったら止めて企画なんですよ言ってモザイクでねどうのこうのってしたか、お蔵入りかするよ。もちろんさらすこと絶対ないからちゃんと撮影権も取ったしね。なんですけどこんなことあんねんな、はい、これほんま日本やで。 TikTok でも外国人が京都のお菓子屋さんのレジが開きっぱなしで人もおらんのを映して、考えられへん日本は素晴らしいって映してる、見たことあんねん、そういうことや。絶対見んねん俺ら。さすがにそれはやんか、はい、でもさこれはさ床にもう忘れてる感じやん、はい、これは行くよね。いやーなんか浄化されたな今日心。あーちょっとあかん、このままで俺がしちゃう。あかん、危ない。ちょっと悪いことしに行こう。あかん、危ない。ちょっと悪いことしに行こう。とかなんかせなあかん、このままでみたいになっちゃう、はい、うん、あかん、俺らしくなくなる。ちょっとなんか行こうぜ。